こんにちは。アマゾネスサポーター、堀秀夫です。今日は購入者からのメッセージへの対応。たくさん売れてくると、当然購入者からの連絡も入るようになります。その時、連絡あったのに見落としてね、返事が遅れたという場合は、アカウントの状態悪くなるんで、これ毎日ね、購入者からのメッセージ入ってないかチェックして、こういうふうに、この方ね、日本語を変換してますけど、購入者からメッセージ、バイヤーメッセージ、入ってると、このように数字がね、1とか2とか、もっととか、数字が入ります。そうなったら、この部分のですね、数字が入ってるメッセージをクリックすると、どんなメッセージが入ってるか、ね、わかりますので、この部分の画面キャプチャをください。そしたらね、私がここに、メッセージのところに貼り付けて送ればいい返事を、送りますんで、それコピペして、この先頭を送るという形で連絡のやり取りできます。全然翻訳かけたりね、自分で返事考える必要はありませんので、必要ないというか、逆に聞いてやってもらわないとね、日本的な常識で考えて、間違えて返事を送っちゃうとまずいことになりますので、まめにチェックして、すぐに画面キャプチャをください。また、他に確認事項、質問あればお待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。